井のはい始まりました「荒井正和のスパルタ学園」。 えー、毎回交代でメンバーの誰かがメインパーソナリティを務めます、えー、今回は私、えー、笹島信明が務めさせていただきます、えー、そして番組のご意見番スパルタ王子荒井先生ですはい荒井正和です今年最後ですね頑張っていきましょうはいそして、えー、今回パートナーを務めさせていただくはい、えー、パートナーを務めさせていただきますオフィスホルダー鈴木優でございますよろしくお願いいたします それではこのメンバーで楽しくお送りしたいと思いますこの番組はオフィスフォルザの提供でお送りいたします <music> 改めまして笹島信明ですはい改めまして鈴木勝です そして荒井正和でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。いやマサルさんとはそうですねえっ、ー、と二回目ですよね。そうです。だからこの三人は、はい、スパルタ学園第一回目の超三人なんですよ。ねはい、あれ二回だけだっけ二人って。二回だけ。二回だけです。だから最初のその一番最初の放送の。はい、誰が助かった？今だから言う。 やりやすかったですか <laughs> 言えないね。いやでも見返してみたんですよ全部やったやつをうんかこう最初がんか一番んかこう。マサル君がいいとこ,こはダメとか。まあ、ああいやいやいやダ,ダメってわけじゃないですかはほ褒めら。で勝君どうですか いやあのまあやりやすいやりにくいっていうのはねはっきり言っちゃましょうかスパルタですまあそうですねあの某親父ギャグをしてくれてるあの方なんかですね坂本太郎たちあのやりにくいやりにくいって言っちゃっていいんですかねそうですねだっけ怒ってたもんねあのそうですお稽古の時にもお前さ 投げっぱなんだよ。だからそんな言い方はしてませんけれども。ハキククラスとこの野郎っていうふうにつぶやいてましたね。自分的にはでも坂本さんもやりやすかったですね。本当ね。年近いしね。そうですね。それもありますね。はい。あのモロハモケンです。モロハモケン。モロハモケン。あの逆はモロハモケンです。独りとしてやつ自分で切っちゃうから。なんであいつの話になったかわかんないけどごめんね。どうぞどうぞ進めてください。はい。で、まあ。 今日27日っていうことなんですけど27日っていうことで今日何の日か分かりますかね27日クリスマス終わってしまいましたけれどもはい日曜日でございます何かあんまこう定着してないと思うんですけどピーター・パンの日らしいんですよあそうなんだピーター・パンイギリスのロンドンで初めてピーター・パンの童話劇が初演されたされた日なんだっていうこと あれですよねその大人にならない子供ねねちょっと突っ込んじゃうんだけどんでこの時期だったのかな冬のこの年末というかなんでなんですかねそのんかこうまあクリスマスだったらんかわかるような気するんだけどもはい終わっちゃった終わっちゃいましたけどねクリスマスとなんか関係あるのかなそうねそうねうね狙ってたんですかねと一山越えた時に入れると。 はいなんかなんかからねなるほどねそうかもしれないね空気読んだんですかね今冬に言うとみたいなどうでしたそのクリスマスさっきちょっと話しましたけどその何か何か思い何かありましたクリスマス今年のクリスマスで散歩ちゃんとなんか絵の島のねああなんかクではなかったねクリスマスではなかったですけどねえちょっとクリスマスになかったってことなんかクリスマス以外であったってことだよね その言い方だとね。そうですね。あのまあそのその二人だけではないですけど。半年後結婚したんじゃないの。そのネタ引っ張るかもしれこれかなりオブラートに包まないとあれなんですけど。重いです。重い。ごめんなさい。俺悪かった。出しちゃって。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫で。わかんないですけど。大丈大丈夫です。大丈夫ですか。はい。 なんかあったの?。クリスマス、まあ、今回あれですね。あの、まあ、友達と、まあ、そのクリスマスの、ちょっと前、ですけど、まあ、ちょっとこうパーティーなんかして、こうプレゼント交換とかして。あれ、彼女は?。彼女って、彼女はいないです。パーティーって、まあ、プレゼント交換って今言ったけど、それ男同士でやったの。男同士で、まあ、こう簡単なもので、まあ、その、まあ、日産、まあ。逆に男同士のほがいいかもね。だって、ほら、女の子がいたら、さどっちやったかわかんないじゃん。ああ、まあ、まあ、さっきのもらってもさ。 ですよねなんかねまあ合コンみたいになっちゃうななっちゃうねだからまあこうなんていうんだろう気さくな感じで楽しめるパーティーっていうのすごいできたらね僕ねあの恋人と過ごしてほしいなと思うんですよね若いうちはねまああごめん若くなくても若くなくてもでも気持ちは若いですもう。気持ちは若い気持ちは若い気持ちは若いねっもうどうしは若く頑張っていきましょう頑張っていきましょう じゃあ前半はこんな感じ。こんな感じで。はい,はい、ありがとうございます。ドラマー CD。このコーナーは自分たちで考えたドラマ CD を演じちゃうコーナーです。はい、ええー、さて今回はどんなドラマがあるのでしょうか。はい、行ってみましょう。

お前だとは思わなかったよ。裏工作は完璧だったんだろうが、肝心のお前が心が心変わりをしたんじゃどうにもならないからな。何が言いたいんですか俺は何もお前を責めてるんじゃない。むしろ安心したと言ってもいいかもな。それだけ俺の書いたシナリオは完璧で、お前は 踊らされてたんだよまあお前の心変わりは俺にとって想定外だったがな想定外そうあくまで想定外つまり俺自身のミスじゃないってことなんだよそれが証明できただけでも十分だ それにしてもなぜだお前の勝利は目前だったのにどういう風の吹き回しだ任意の取り調べだと伺ってます。お答えする義務はないはずですが。何も言わなくていい。いや、何も言えないよな。人間はそういう生き物だ。 お前は自分のことを天才だと思っているかもしれないが、いくら緻密に計算したところで、勝負を決める残り1%は、人間の曖昧な価値観によって左右されちまうもんなんだよ。どんなに優れた人間でも、そこまでは予測できない。さっきからよくしゃべりますね。何確かに刑事さんの言うとおり、人間とは信用のならない生き物です。 そこまでは刑事さんの想定内といったところでしょうね。<laughs> 今更負け惜しみか。負け惜しみ本当にそう思いますか何が言いたいご自分の胸に手を当ててよく考えてみてください。僕は必ず勝負を降りる。刑事さんのシナリオ通りだったんじゃないんですか 僕に渡したであろうシナリオにはなかったが、あなたの持ってる本当のシナリオ通りに僕は動いたはずです。お前、最初から全部分かってて、乗っかったってのか、うん、いい作品を演じるには、いい脚本とそれを演じるいい役者が必要なんです。 そういった意味で僕はあなたにとって最高の役者だったんじゃないんですか僕にとってもあなたは最高の作家でしたよ。これから起こることは優秀な作家の刑事さんならよくわかるでしょう。人間というのは極めて知的で合理的な価値観を持つ生き物なんです。そこがあなたにとっての想定外です。 貴様いい加減目を覚ましたらどうですか僕は最初から勝ち負けなんてものに興味ありませんがあなたは負けたんですよ俺の刑事としての勘は鈍っちゃいないまだわからないんですかあなたは僕に負けたんじゃない自分に負けたんです何だと 自分の力を過信し周りが見えなくなってるんですよ。どういう意味だすぐにわかります。すぐにね。おや電話が鳴ってますよ。僕のことは気にせず出てください。もしもし。は いや、しかしですねわかりましたそのような形で上層部から何かお達しですかもう帰っていい釈放だそうですか じゃあお言葉に甘えて失礼します待てまだ何かこれだけは言っておくなお前がいくら警察の上層部と繋がっていたとしても逃げられねえぞはい警察を警察をなめんじゃねえぞ証拠なんていうのはこれから探せばいくらでも出てくる 何か妙なことをしてし,したらすぐにお縄だそのことだけは忘れるなだから言ったじゃないですか人間は知的で合理的な価値観を持つ生き物だって善と悪が喧嘩をする時代は終わったんですよ真実は 小説よりも気なり <laughs> <laughs> さあ、はい、ありがとうございましたまお疲れさんでございましたまあ聞く前にだね、はい、まあ佐々島君はどうでした、はいあの まあまあ噛んでしまったのは噛んでしま <laughs> ったんだけどったんだけどどうかなこうまあ今回この台本をあのまさるさんから頂い,いてまあこう読んでみて、うん、なんかこうやっぱあのー、最初のその刑事がこうちょっと調子に乗って勝ち起こったところとうん、うん、こう盛り上がる部分みたいな、うん、こう差をつけようって思ったんですけどなんかこうあのー、盛り上がる部分がちょっと盛り上がらなかった <laughs> まったりちゃったって感じだね <laughs> そうですねちょっとまったいらにいっちゃいました さあそんな台本を書いたマサル氏はどうでしたはいあのこのスパルタ学園のドラマ CD の傾向として、うん、なんかこう面白くしようバラエティっていうかなんかそういうコントチックなものがここ最近続いてたんでそうね、うん、だちょっと一回そこを取っ払いたいなとでこの、まあ、作りにあたってこのドラマっていうところにすごくこだわってこだわった。 情報いうか調べながら作ってはみたんですけれども一応まあ自分のこの作った人間としてそのノブに行ったのはこの刑事のイメージはもうノンキャリアで現場叩き上げのやり手刑事みたいなかたやこの容疑者はまあ変質者超超天才みたいな分かんないですなど一自分のイメージとしては非常に頭のいいんかこうあの 実際名前出しちゃうとその相棒の杉下右京の悪役バージョンみたいなイメージとしてはそんな感じでちょっとイメージしてやってみたんですけど。じゃあナンベルがナンベルはいノブいやー希望的観測はい二点五はいマサル君ちょっとまあ自分はもういつも五のつもりでやってますんで <laughs> いい、ね、ただ,ただいい加減二点五の壁は破りたいなとなるほどこれね微妙なんだよね、はい、これね高いっすよ。はいうん じゃあ聞いてみましょう何ベルでございましょうか<い>チーンチーン,チンチこれは2.5なの ?2.3 なの2.1 1>, <ー>1か1か。さあこの原因は何でしょうか、うんうん、う思い当たることを僕は言ってあげようか <laughs> 言ってあげようか <laughs> まじね、うん、まったりしちゃってるんですよやっぱりね、うん、この 着は弱かっっったですよねずーっと平に来ちゃってて、はいうん、あのやっぱり耳だけで聞くもんですから、うん、あの実際ね、えー、舞台とか映像とかってやるよりもこの力点というかの置く場所をもっと強調するとよく出たんです実は。はい、そこがね欲しいなというのとですねえっ、ー、ともしもし」って出る時に。はい 分かってたもんねなんか出方がね分かったですど。ではねなんかそこらねちょっとあれだったのかなと思います、はい、でもねあのー、これ厳しいですから3番でが。く、はい、3というのは大体普通ですからねうん、うん、要するに一般で流れて普通にいけるいけるっていうレベルって結構難しいんですようん、うん、まあでもねこれに懲りずにですね、はいえー、次回も挑戦していただきたいなと思っておりますはいお疲れいまです このコーナーはなるほどと思う出来事ありえない出来事不思議な出来事思わず吹き出してしまった出来事など思わずなんじゃこりゃと言いたくなる身の回りの出来事を紹介するコーナーです。はい、うん、ということですけど浅野、はい、さんからはい。<laughs> 私からでよろしいですか <laughs> はい、はい、お願いします。まあ、なんじゃこりゃ、こりそううですねあの、今にして思うと、はいまあ なんじゃこれはありえないっていうか通常だったらありえないかなみたいなあのことなんですけれどもあのまあ先月の,その11月10日とあの11日の2日間であのまあ自分の地元の藤沢であのちょい飲みフェスティバルっていうイベントがありまして。ち,ちょいいだ <laughs> このちょい飲みフェスティバルっていうのは3枚つづりのチケットがありましてそれは2500円で購入するんですけれどもその3枚のチケットで居酒屋さんをはしごするみたいな何件ぐらいつづりは3枚つづりなんで3件それ以降は自費になってしまうんですけれども。 まあこれあのこのちょい飲みフェスティバルっていうのはあの藤沢だけじゃなくてあのいろんなところでもやってるらしいんですけれどもね<ー>、はい、やってますね横浜でも、はい、そうですねうちの事務所のとこでもやってますよ商、うん、店街があって<ー>はいであのちょい飲みフェスティバルにちょっとあの自分行かせていただいた時にあ,、はい、あの 実はこのちょい飲みいろんな人たちとその場で交流して知らない人なんです知らない人まああのんまああのね、そのファンクラブのイベントの一環として自分参加させていただいたんですけれどもたまたまなんですけれどもそのちょい飲みのイベントに藤沢市長がいらっしゃってですね当初来る予定はなかったんですけれどもでその。 まあだと思います営業活動でございます,大事です、ね、はい。ちょいのみ3件なんですけども、実はその3件ともですね、あの藤沢市長と私、回らせていただきまして、同じ、ね、そのテーブルで藤沢市長とあと藤沢の,その市役所の,あの役員でまあ職員の方もいて、あとはまああのイラストレーターの方も一人いたんですけれども、そこでちょっとこう、 以後、名刺了協みたいな感じで、あの藤沢市長と名刺交換をさせていただきまして。あらまあ。すごいそれはあれですね。もう次の選挙入れろということ間違いなく。ああ、要するに、これ、自分が、えっと、まさる君が票入れるよねっていうことです。俺こんだけやったんだから、票入れるよねっていう。ただ営業活動でしょって言った。でもね、これ大事なことなんですよね、政治家さんたちはね。だから、まあ、あの、その時はね、まあ、その。 変なあれ話の流れというかその、うんはい、流れでそう,なそういうふうにまあいろんな人も交換した中でえ名刺って何の名刺出したのうちの,あの自分であの許可いただいてね東北大学い,い <laughs> あの名刺をですね、はい、出させていただきましたねだからまあその時は何気に名刺交換したんですけれども、はい、今にして思うと藤沢のその市長と。 その名刺を交換するなんてことは通常ではありえないことですよね。でまあ一応ファンクラブにもね鶴瓶さんの,、はい、のファゲリマンクラブもまあ参加してるんですけれども。はい、質問します、はい 次、選挙、その方に入れますか、もちろん入れます当然これか、よしそうですね、あ後から振り返ってみると、あれ、ひょっとして自分はこれ、もしかしてすごいことをしたのかなっていう、なんか、出ちゃえば、この際、名前を売って、自分も市長になると、ほら、藤沢、好きでしょ、もう大丈夫でよ 藤沢のために。ポポルタから政治家誕生。政治家誕生。そういう事務所もありますからね。文化人がやるね。ああ、あります。あるあるある。なんかその。僕の関わってるところなんかね。まさしく言えないけども。そうなんですよ。仲良くしてるところ。まあね、あの自分あの芝居やってて、常々言ってることなんですけれども、そのまあ。福祉とエンタメの融合プラス、あと。役者タレントとして、その藤沢に貢献したいという。 あのあれもありますんでね。コルちゃんに貢献してくれないのかな。もちろん貢献します。それはもう大前提ですから。そう。冗談ですだからまああのそういった意味ではねあのすごくこういいきっかけだったかなっていうのは思いますね。なかなかねそんな機会ないですからね。そうなんですよ。でもさ思うんだけどねやっぱりねあの行動しないとダメよ。すべてにおいて。 あのさっきもねさっきもじゃないけどさこの間もねあのバニークラッシュで話したんだけどもえと有名な外科医がいいんですよ心臓外科医がこれは社会的にねえと大きくなる人間はどういう人間かえと育てていく人間っていうのは判断力と決断力はたけてる人間だって要するに自分の中での判断力と決断力人なんか左右されないよそこにはで決断力が即決できる人間っていうのはすぐいけるのみんなできないんだってそのための判断力 これが重要されるんだって<ー>要するにさ、はい、行く行かないっていうのは本人しか決められない、はい、やるやらないもん、ね、勇気も、はい、その中での判断力を身につけないと決断ができないんだって、はい、ここまで行けない人はもう上にあの社会的地位から言って上にどん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 行く人間の部類ではないらしいということを言ってました判断できないいいいそう、はい、要するにこれがいいか悪いだからダメだったらもうやめればいいこと。はい でもその中で本当にそれでいいかっていう中の判断もあるんだけども行動力もそうなんだけどえあと何て言ったらなえと自分でゴール決めてる人はもうだめだって要するにえ例えば言うと自分はもうこれでいいやとかなっちゃうとだめだってもう限界ってないんだってやっぱり要するに人生は戦いだとであの戦いをやめた時はもう死しかないんだとどんな人生で戦うことになるんだと生きてる以上はと。 いうことをおっしゃってましたねだからまさる君も戦って市長になりましょう。ごめんねまさる君の時間ばっかつけちゃってノブの声ノブそうですねあと自分の場合だとこうなんかあのどっちかっていうとありえないって感じなんですかねはい。まああのよくある電車あるあるっていう電車あるある僕もますけどね電車って結構なんかいろんなこうなんちゃこりゃっていういっぱいあるまし結構いっぱいあると思うんですけどあの結構あるあるネタなんですけどああ。のま お年寄りに限らず、うん、まあその妊婦さんとか、はい、まあちょっとこう足を怪我されてる方とかあ、まあ、席を譲るっていうのはまあこう一般的なことじゃないですか。まあで,、ねうんでまあ、先日たまたま自分はあの電車に乗ってたんですけど、うん、そ,れそこあの優先席の、うん、えと前に自分は立ってて、うん、でそこの優先席に、うん、まあ えーと中学生ぐらいですかね男の子2人,、えー、2人がいて、はい、まあ友達なんでしょうねで、まあ、1人が座ってて、えー、で、えー、1人が立っててって感じででえー、とまあ、えー、電車にその、まあ、お年寄り、えー、おばあさんまあ大体60ぐらいですかね60代ぐらいのまあ <laughs> まあこれ言っちゃあれですけどびあの譲るか譲らないかまあ優先席だから譲るっていうのもあると思うんですけどまあ基本的にいいは。で、まあ、あのおばあさんが来てで、まあ、自分の隣におばあさんが来てっていう形だったんですけどで、えー、なんかそこでざわざわとその中学生の2人がなんかちょっとこう相談し始めたんですよね。マジでそいつら フフフッで相談し始めてで何か自分もちょっとそれ気になってたんですよはい人がですそこまでするんだったら譲っちゃった方がいいのに譲っちゃい譲った方がいいのにって思ってたんですけど何を相談してるんだって話であの譲るか譲らないかっていう多分話だったと思うんですけどでまあその結局譲るってなって譲って たまではいいんですけど、うん、そこでなんかちょっとこうそのおばあさんはちょっとこう、うん、イラッときたんでしょうね。で結構あの大きな大大ききななままああ結構声、まあ、で、うん、そこはねあのそこまでするんだったら譲らなくてもいいですよっていう。あ,<ー>あそれは正しいですよ。まあ、正しいですね あのそんなんで譲られてもね譲られる方としては複雑だよねでもさ喉のつながりで言うとんじゃこらっていうのは実際そうなんですよ若い子若い子って失礼だけどもすぐ座りたがるのおかしいと思わない僕らの若い時ってまず体を鍛える意味でも立ってたじゃんでもっと僕これ言っていいかどうかわかんないんだけども小学生ぐらいとかもさ はい座座っっってててさやるのよ僕は逆にねほら今外で遊ぶ機会とか体鍛える機会ないからそういう時はねやっぱ立たせてね体鍛えた方がいいんじゃないかと思うんだけどもごめんね話食い込んじゃって僕そんな感じで。結構あの社会問題になってるっちゃなってるんですね。そねまあ何て言うんだろうお年寄りの方に譲ったのにもかかわらずまあんだろう優先席じゃなくて譲ったのにもかかわらず。 ただ単にこう怒られたみたいな切れられたみたいな<ー>もう結構私は年上じゃないよとかすると<ー>そういうことあああるあるはいなんかそのまあこ,うなこれはこれで太ってる人にだよ、はい、あのお子さん心配なんでどうぞって言ったらそれません妊娠してませんけどって言って下もいたから目の前みたいなんですそ,れそれも見たけどね <laughs> まあだからそういうのが結構あるこうまあ 自分がう普段やってること自分も結構あったんですよそのお年寄りの人に譲ってまあお年寄りっていうかちょっとこう5060ちょっと分かないでどうぞって言って譲ったんですけどなんかこうちょっと嫌な顔されたっていう経験があってでまあ自分的に解決策っていうかいつも自分がやってることなんですけどなんかこう次の駅まで回っててもう本当降りる降りる手を装ってもう あの、別の車両に行っちゃうみたいな。正解です。はい。んだよね、だからね。黙っても、な、なんていう、これ言っちゃうと、ちょっとあれですけど、こう、不毛な言い争いとかになっちゃうと、ちょっとあれだから、俺。いつもそうしてます。空気悪くなるもんね。そうですね。はい。あの、なんていうか、その、優先席の、その意味を勘違いしてる人っていうのも。いますよね。うん。だから、その優先席って、まあ、確かに、その、体の不自由な方、お年寄りだとか、の、ね。その優先席。 っていうイメージはそれあるんですけれどもこれはあのまあ怪我して期間下手で怪我している人もそうですし、はい、あの妊娠してるね奥さん、うんうん、そういった方たちもあの優先席の対象に含まれるんですよそうですねだからあの実際ねその例として、はい、その お腹の大きい妊婦の方が座ってたらお年寄りにそこどけて注意されたりとか結構そこは体の不自由な人たちのは座る席なんだからあんた座るんじゃないよみたいなねそんな事例とかも聞いたりとかしてですねなんかこうねちょっっとこうう勘違いいてか難しいところですけどやっぱなんかこう思いやりがお互いこう通じるの 強すぎるってんじゃなくてなんかこうなんかお互いそういう心を持てるあれだったらいいんですあそうだよねそれだったらね本当ね世の中ねいいことだらけだよねいいと思うんですけどねなんかこううんあの年を召されてこうまあいろいろまあ確かにこう教養とかはまあその自分ら若い世代あると思うんですけどまあ あの、なんですかね、そこって、まあ、平等じゃないですか。そちょうど、ね、ええ、ね、びっくり。譲る譲らないん。はい、だから、まあ、そういう部分って、大切かなって。そうね、まあ。はい、そう思いました、ね、ののす。来年もなんじゃこれがいっぱいあると思いますけども。はい。じゃあ、この辺で、なんじゃこらの今ーナーは。はいまあ、終わりにしますか。はい。はい。はい はいどうでしたかまあマサルさんとはね、うん、本当にそのあのこのラジオの、えー、っとスパルタ学園が始まった時第一回の、ね、初やって、はい、でしたよねもう私一、はい、年経ってるんだよ七年だからはい。 どうですかその今年まあそのまあ一年まあ振り返ってでもいいですし、うん、まあ振り返ってあとはまあ来年の目標とかそうですねあのまあ今年はあの6月ぐらいからですねあのまあオフサオフィスフォルツァー所属としてのそのまあ役者なりそういう活動もさせてもらって結構ねあの。はいあの ね、<laughs> あの割と大きな作品とかでも、うん、あの使っていただいたりとかしてですね、まあ、来年もやっぱりどんどんあの攻めていきたいなと、うん、どん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 あの役者鈴木勝、これをどんどん確立して、うんえー、攻めていきたいなと思いますはそうですね、一番このラジオが始まった、うんえー、時から、まあ、そうですね、今までをこうちょっと振り返ってみて。まあ なんですかね、まあ、結構そのラジオとかも第一回その親とかも見てくれて友達とかも見てくれて、うん、なんかすごいこう自分が楽しそうに喋ってるのを見てなんかすごいあの普段の,あの笹島君と違うねみたいに言ってくれてラジオを通してなんかこう新たな自分を発見できたっていうのはあよかったことだ、ねはい、すごい自分にとってよかったことだし、まあ、これからもそうですねいろんな出会いとかあると思うんですけど、まあ 自分そうですね。いろんな出会いを通してこう成長できるようにまたはい頑張っていきます。あはい。これ拍手します。はい。じゃあえっ、ー、と公式ましょう。はい。応援のお便り、ね、応援の、ねね、応援のはい、はい、お便りをお待ちしております。はい。えー、お便りはお便りアットマークオフィスハイフンホルダードットネットこちらまでお願いいたします。はい。はい それからホルツア演技スタジオからお知らせです私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や現場型の演技力をつけながら FM ラジオのパーソナリティをやってみませんかホルツア演技スタジオではアクションや縦のコース声優や映像演技の総合コースのレッスンも行っております え見学や無料体験もやっておりますはい、えー、それとオフィスフォルダでは新人タレント新人俳優を募集しております、えー、未経験者の方でも大丈夫ですので、えー、演技のレッスンを受けながらサポートしていきます、えー、自分の夢、えー、可能性を眠らせたままにしていないで是非、えー、私たちと一緒に手にしてみませんかはい えー、ご応募はホームページよりお気軽にお申し込みくださいホームページアドレスは http//www.office-forza.net です、えー、たくさんのご応募お待ちしておりますお待ちしておりますそれでは次回も、うん、来年だね来年来年来年ですねではい<年>、はいえー。次回も、えー、新井正和のスパルタ学園お楽しみに,しみによろしく良いお年を この番組はオフィスフォルサの提供でお送りいたしました。